おはようございますよ。ポルテです。本日は音楽家がやるべきトレーニングを一緒にやっていこうっていう企画です。そうですよ。僕から教わるじゃなくて、一緒にやっていこうっていう企画でございまっちゃう。それでは、まず、音楽家がやるべきトレーニングについて軽く説明いたし、まっちゃう。まあ、僕ね、結構演奏中に骨盤みたいなことをこうやってね、はい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 、で骨盤とか結構ね、言ってたじゃないですか。言ってなかったよ、なんだっていう思う方はね、僕の動画あんま見てないってことなんで、改めて見直してみてください。はい、というわけでね、骨盤のトレーニングをちょっとやっていこうかなと思うんですけども、結構いろんなたくさんの課題があります。たくさん鍛える箇所っていうのがあって、まあ骨盤だったり、骨盤の動かし方を習得したり、あとは背中の使い方とか、まあ、様々な部品が、部位があります。部品ってガンダムみたいになりますよね。その部位を鍛えるトレーニングをちょっとやっていきます。で、最も大事なのは、疲れた。そうです。二度言うぐらい大事です。スクワットをやっていきたいなと思います。じゃあ僕と一緒にやってみましょう。こんな人がいると思うんですよ。私筋肉つけすぎて困っちゃう、ブフみたいな感じで、いやーもうマッチョになりたくないわみたいな感じのね、人がいると思うんですよ。大丈夫、そんなに筋肉なんて簡単につくもんではございません。よくよく考えてみてください。今までついてきた脂肪だったり筋肉っていうのは、今まで生活してきた体の全てです。今のあなたの体は、今までの生活が凝縮された体です。すべてあなたの中に生活が詰まっております。そのぐらいやっと今の体ができたくらいですね。そんな簡単に筋肉ができても困りますよ。というわけでね、まあ、あと筋肉はなかなかつかないんですけども、筋肉の使い方のイメージっていうトレーニングをね、やっていこうかなと思います。そしてこのトレーニングにはダイエット効果もあると思われます。というわけで一緒にね、スポーツ運動不足を一緒に僕とスポーツをして改善しまっちょ。それでは運動の説明をしまっちょ。肩幅ぐらいに足を開きます。はい、皆さん準備して座っていきます。その座るときに、この骨盤の動き、こうやってね、こういう動きをイメージしてください。ダメな例、ダメなのよ。というわけでね、ダメなんです、これは。いい例、ぷりぎゅーっと、いうわけです。わかりますか、この違い。さっきの僕がダメって言った方は、こうやって前に体重が落ちてたと思うんです。これはダメな例です。いい例、ぴゅっ、お尻を垂直に落とすイメージです。このお尻を下に落とすイメージです。こうやってね、これを僕と一緒に3セットほどやりましょう。で、この3セットやる前にどこに効くかを説明します。イメージするのは骨盤の動き、効く筋肉は使って、疲れるっていうよりも骨盤をまずは後ろに動かせるっていうイメージをしてみてください。足のトレーニングってものすごく難しいです。だからまずは骨盤がしっかり動いてるなっていうのをイメージして、しっかり下ろしていってあげてください。すると、ここのね、裏のももがキューって伸びます。こうやってキューって伸びるんでね、それを一緒に感じながらやってみてください。限界になったらすぐさま休憩して大丈夫です。これは音楽家に向けたトレーニングなので、限界まで やってもいいですし、やらなくてもいいです。怪我だけはしないように。それでは、1セット目、10回、用意、スタート。手を前に出して、さあ、1、2、3、4、反動をつけないでください。5、丁寧に、6、はい、一緒に声出して、7、まだまだ、8、カモン、
はい、9。しっかり後ろのももを伸ばして、ラストワン、体が目が前に落ちない、まっすぐ。どうですか？聞きましたか？まだまだ疲れたっていうには早いです。10秒ほど休憩します。この10秒間の間に考えることは？今日は何の曲を練習しようとか、まあ何でもいいんですよ。まあ適当にリラックスしてください。はい！ 2 セット目！いきますよ！しっかり裏もも伸ばす！いきますよ。せーの。1。まっすぐ向いて、ケツを下に落とす。2。はい、カモン。3。はい、伸ばして伸ばして、ここを伸びる。ここ感じる。はい、5。オレイ。6。1。8。9、10。はい、疲れましたよね。この裏ももとここの表の部分が少し疲れてきたかなと思います。それで OK です。僕はいつもこれを100キロとか背負ってやってます。だけど自重のトレーニングも使いました。それではラスト1セット僕とやりましょう。絶対にこの動画をこうやって寝っ転がりながら見てると か, なんかこんなことしながら動画を見ないでください。しっかり一緒に前に立ってこうやってってね、見てください。いきますよ。はい、1。あら、伸ばしてない。2。まだまだ、カモン。3。シェーしっかり下までケツを落とせよ。カモン。6。1。はい、いいですよ。8。しっかり踏まれよ。9。背中が落ちない。ラストは、できましたか？お疲れ様っちょ。皆さん、お疲れ様です。それでは早速、音色が変わったのか聞いてみようと思います。変わってません。これは、単なる過程の一つです。僕は、この、運動を取り入れることによって、運動不足と、体の使い方を習得しやすくなると言いました。音が変わるとは一つも言ってません。ですが、音が変わりやすくなる。なぜかと申しますと、体の使い方がね、自由になると、ですね、骨盤を自由に動かすようにできるようになると、他のところにね、意識を使うことができます。指だったり音だったり少しゆとりが出てくるので、このトレーニングはやってみるといいと思います。この骨盤をね、どううまく使うことによって、この鍵盤こんなに広いやん。そこをこうやって、ジャーンってね、骨盤をうまく使えば、上手に移動ができるんで、ぜひとも、やってみてください。はい、僕と一緒に、トレーニングした人、聞こえない聞こえない。僕と一緒に、トレーニングした人、ありがとうございます。ちょお疲れ様っちょ。皆さん、結構疲れたと思うので、まあこれはそんなに頻繁にやらなくていいです。10回はたった3セットなんで、もう、2分終わったら終わります。たったの2分です。ショパンエチュードだったら1曲通したら大体終わりです。そのくらいの短さなので、やってみてもいいんじゃないですか？皆さん、音楽をやってると結構室内にこもりがちですよね。やってみるといいと思いますよ。思いまっちゃう。1日1回もやらなくていいです。もう1週間に1回から2回ね、やってくれたらもうまずはそれだけです。何が大事かと申しますと、継続。まずは継続。少しね、このね、足を使うイメージっていうの結構大変だと思うので、まずはこの継続と意識から始めましょう。その次だ！荷重をかけるのはまだ早い！まだ自重でいいんだ！わかった。てなわけで、僕の気分でトレーニングを時々、sometime 紹介していこうと思っているので、ぜひとも一緒にやりまっちゅう。はい、お疲れ様でした。
それではしっかりプロテインとかを飲んでね、しっかり水を飲んで休憩してください。音楽家の運動不足を解消しましょう。僕と一緒に音楽家がスポーティーであることを作ってみましょう。音楽家はアスリートです。多分ちょっと不安だったわ。ここまで言っていいか分からんけど、ちょっと不安になりました。てな感じでここまで見てくれてありがとうございました。それではグッバイ。マッチョ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 。